よいしょ、コヨファンクです。よいしょ、はい、またこれね、みんな好きなやつですよ、これ。でもテンション上がるよね、これね。よく見た、これ。よく見た。うん。何で？雑誌とか。ああ、雑誌とかね。ボスのコーラスアンサンブル。これもまたさ、誰か使ったんだよね。これ何がいいの？わかんない。いや、でもまあ、伝説の音なんじゃないの？一応。ギタリストの人がさ、君らの話は二人ともなんか詳しくないから面白い。俺も秋葉さんに言われた。あの、一応美味しいとこ分かってから弾いた方がいいんじゃね。初見の驚きは分かるけどみたいな。俺初見で音出しちゃってるから。もうさ、お前使い方とかちゃんと説明した方がいいんじゃないですか。来た瞬間に、これ誰使ってんだろうね。いや、これいいのわかんでいいんじゃないみたいな。まあ、いいか悪いかは、俺、だって、好みだから。まあ、そうだね。うん。はい。だから、うん、音聞かせ、聞いてみて、どう思いますって話よ。まあ、そうだよね。うん。でもまあ、僕ら音を提供してると思うから。そうそうそう。でん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 。あ、開けます？開けますよ、もちろん。もちろんね。これでなんか匂い嗅いでないって言われてたよ。ああ、いやいや、もういいでしょ。同じ匂いでしょ。ボスコーラスアンサンブル。はい。だってさ、このサイズのコーラス使おうと思わないもんね。いや、もう入れないよね。え、これ修理？これは修理です、ね。なるほど。終わりました。終わったんですね。いやー、ですね、本当に。まあでも希少なものだね。だから本当ケンケンってあれだよね、なんかあの海があるんだけどあんま泳がないしみたいなところあるよね。あ、魚は好きなんだけどね。いや、なんかあんま誰がどうとかっていうのに興味ないね。特にこういう構造でそういう音が出てるんだとかは好きだけど、うん、誰がどういう使い方してるとかも全く興味がないな。まあ、確かにあれだよね、いいもん使ってるからどうこうっていう感じじゃないもんね。しかもあと、あ、自分が使うかどうかとかの方が、なるほど、大事かもしれない。はい、こう開きます、これ。あ、これで開くんですよ。ああ、これ俺開け済みなんで何度も。あ、なるほど。はい、あれあれ、なんかくっついてる、くっついてる。こういう感じで。あ、なるほどね。はい、おお、うわあ、すごいなー、やっぱり。Z と I が書いてあるよ。あ、基板匂いする。基板、これボスの匂いだよね、これね。もうこれ、この辺でもう匂うもん。そう、俺開けた瞬間に匂った。あ、これローランドシューだみたいな。ローランドシュー。人みたいな。AO の感がありますよね。これ、ポットとか古いやつ？いや、オリジナルですね、これ。ね、うん。で、ここのスイッチだけ変えたんだよね。ああ、なるほど。うん、じゃあ、ほぼほぼ。まあ、特筆すべきありますか？特筆すべきは別になんかどうなんだろう。まあ普通でだよね、なんかね。見えるかな。もうボスの基盤って感じだよね、なんかね。はい。で、うん、俺がやったらいいかなって思うのは、はい、本当にジャズコのコーラスと同じなのかって言ったらいいな。ユニットはそうだっていう話だよね。そうそうそう、うん、ちょっと比べてみますか、じゃあ。そう、だから、まあ、どうやって比べたらいいかわかんないけど、とりあえずジャズコのクリーンジャズコのにつないで、うん、これのコーラスをオンにすればいいかな。するのとこっちをオンにするのを比べればいいですよ。で、うわー、本当だーってなればいい。この実験はなかなかないんじゃない。うわ、めちゃめちゃ音こもるな。これでしょ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょくどうでしょう。はい、これが、めちゃめちゃこもるね。
って感じですか。はい、これはノーマルエフェクトとビブラートコーラスってあるけど、今がビブラートどっちなんだろう。まあオンにしてみないと分かんないな。オンにしてこっちで選ぶね。ああ、ちょっと出します。とりあえずじゃあオンにしてください。これが今コーラス。コーラス。なんか揺れすごい。はい。うん。まあどうなんだろうね。ローファイって感じがするな、めちゃめちゃ。チャーの音って感じがするな。似てる。似てるね。うん。ダブルでかけるとすげえかっこいいね。うん、発見した。あれ？これでいい。あれ？これいいね。ニコがけいいね。あんまり僕らがさ、正攻法にやりすぎるとこういう発見はないよ。そうだね。いや、これニコが早いんだな。コーラスに行くわけ。なんかもうやっぱ波がもうすごいうねうねして、もう今上のあったね、うねってたね少しね。いや本当、なんていうの、うん、海の中って感じじゃない。海の中。海。今度森じゃねえんだ。うん。すごい。うわ、ダブルコーラスか。ダブルコーラスか。めっちゃいいよこれ。めっちゃいいわ。ちょっと待って、まずは似てるかどうか見てみましょう。でも似てたすごい。似てる、めちゃめちゃ似てるわ、うん、やっぱり。ていうかめちゃめちゃこいつがこもってるね、まずね、うん、似てる、はい、そっくりだよね、うん、で、ビブラートがこれついてんだけど、ビブラートやってみる。どうして？いやー、でもうコーラスそっくりだったよね。そっくりだわ。使ってんのかな、ちゃんとお客さんは。なんだろうね。まあでも根強いファンはいると思うけど、ね、そうだね。これどんどん値段上がってくんだろうね。いくらぐらいするんですかね。4、5万ぐらいするんですかね。今日館長いないのかな。館長いないね。館長います、います。館長、はい、はい、ボスのコーラス団は相場はいくらぐらいなんですかね。4万とか5万とか。4万とか。ああ、まあそうです、そのくらいか。でもかなりこもるな、これ。こもるね、うん、いいのかな、それが。あんまりハイファイにかからない方がいいんじゃないから、うん、そういう音がいいって人にはこれがぴったりって感じですか。はい、はい、各方面からあいつら分かってないから面白いって言われている。ちょっと俺が分かってないって感じ、ちょっと。でもこれだからダブルコーラスっていう。ダブルコーラスね、うん、ちょっと俺は個人的には使っていきたいな、ダブルコーラス。ちょっとね、新しいエフェクター開発につながるといいですね。はい、
そんな発見ができたこれだけでこれありがとうって感じですね、はい、ありがたいです、はい、でもこれ冒頭に2台これやだよねじゃあダブルコーラスとかめちゃくちゃいやねやっぱこれじゃないとでもいるかもね2個並べてる人いるかもしれないはい、ボスのコーラスアンサンブルのご紹介でした。今夜ハンクでした。